11月12日は、グレゴリオ歴で年始から316日目にあたり、年末まで、あと49日ある。第3次ソロモン海戦。戦艦キリ霧島らを失う、極東国際軍事裁判判決ボーラサイクロン。バングーラデシュ独立の契機となった、ロイジャー1号が、土星に最接近。 530万キロメートルの距離から撮影された、土星プロイセン参謀本部の石を築いた、ゲルハルト・フォン・シャルンホルスト誕生をバハー・イー・教会祖、バハー・ウラー誕生彫刻家、オーギスト・ロダン誕生。右はただし、信用金庫会館の、青銅時代日本陸軍元帥、大山岩尾誕生中国革命の父、孫文誕生宝塚歌劇団屈指の男役俳優。 カスガのヤチオ誕生モナコ大公費となった、アメリカ合衆国の女優、グレース・ケリー誕生カナダのシンガー・ソングライター、ニール・ヤング誕生ルーマニアの体操選手、ナディア・コマネッチ誕生ドミニカ共和国の野球選手、サミー・ソーサ誕生。マーク・マグワイアとの1998年の MLB シーズン最多本塁打記録対決で、有名女優、アンハ・サウェイ誕生サッカー日本代表、 木を竹弘を継ぐ誕生三国の王となり、北海帝国を築き上げた、クヌート一世遺没イングランドの死略戦船長にして、海軍帝督、ジョン・ホーキンス・没。いとこのフランシス・ドレークと共に活躍心境、と革命に続く、イングランド内戦で、議会派軍を率い活躍した、トーマス・フェアファクス・没フランス革命期のパリ市長、ジャンシル・バンバイー。 シャンド・マルスの虐殺の攻めでテシベルギー象徴派の画家、フェルナン・クノップ・フボツ。画像の記憶は、すべて妹のマルグリッドが、モデル名王星の存在を予測した、アメリカ合衆国の天文学者、パーシバル・ローエル・ボツ、第二代中華人民共和国主席、リュー・ショキボツ。創始派と批判され失脚し、遊兵された末の非合なる死であった1981年の、 この日に、ウィリアム・ホールデンが死去。ありがとうございます。